はい、どうも、笹野です。今日はですね、コリドラス水槽ではなくて、まあコリドラス水槽映ってるんですけど、コリドラス水槽ではなくてディスカス水槽やっていきたいと思います。今まで30センチキューブで買ってたんですね、ディスカスをね。でもずっと前から60センチに変えたかったんです。もうサイズがかなりでかいんですね。なんで買っちゃいました。とうとう60センチ。超テンション上がってますよ。これ今2段目なんですよ。コリドラス水槽が置いてあるのって、1段目にベタとディスカスの水槽置いてあったんですね。25センチ水槽のベタ水槽、20センチだったかな、20センチのベタ水槽と30センチキューブのディスカス水槽、1段目に置いてあったんですよ。を朝取りました。で、水槽もう置いちゃいましたよ。こいつになりますね。まあなんてことないフレーム水槽なんですけど、メーカーはどこかっていうと、やはりジェックスです。はい、私はね、ジェックス信者なんでね、ジェックスですよ。で、こいつに使うフィルターもジェックスね。デュアルクリーンっていう丈夫フィルターです。やっぱね、ディスカスは丈夫が一番いいかもしれないです。はい。で、これに使う照明もジェックスです。もちろんね。で、ヒーターもジェックスね。ただ俺間違えて45センチを買っちゃったんですよ。これね、ナビパックね。なんで買いました、60センチちゃんと。なんで水出来上がるまで時間があるんで、今日頼んで明日届くでしょう。うんですね。で、基本的にはベアタンクでいきます。うん、砂利は敷きません。で、上部フィルターとサブフィルター1個でやっていこうかなと思ってます。やっぱね、ディスカスはメンテしやすいのが一番いいですからね。じゃあ早速水入れて回していきたいと思います。あー、でもちょうどいいのか、いいね。全然たまんねえ。4杯目、5杯目ぐらいでしたっけね。やーべ、こぼした。何杯目だこれ、何杯目か。よし、この1杯であとフィルターをセットしてみたいな感じかな。セットしちゃいますか。今回使うね、上部フィルターね、これがジェックスのデュアルクリーン 600SP っていうやつですね。これね、組み立てすっごい簡単なんで割愛します。あとこのマット入れればいいだけね。で、サブフィルターの方なんだけど、サブフィルターがこれですね。なんかパックで安く売ってるやつあるんですよ。ちょっとテトラのツインブリラント臭いですね。うん、よりも安い。確か3パックで1600円ぐらいだった。うん、アマゾンかなんかで見ました。はい。効果的には多分変わんないと思うんで、お得です。おすすめ。ちょっと見つけたら概要欄にリンク貼っときます。見つけたらっていうのは変ですけど、だいぶ前に買ったんですよ。いるかな、まだ。まあ見つけたら概要欄載せときますわ。はいはい、じゃあ電源ね、いっちゃいますか、そろそろね。じゃあまずデュアルクリーンの方から。おいっしゃ、ういで、サブフィルター
こっちがね、結構水流強そうだな。ちょっと逃がしていた方がいいですね、やっぱね。で、こっちも、もうちょっと上げて、なんか、こんな感じにしましょう。これいいね。よし。よし、とりあえずこんな感じ。まあ、まあ、まあ普通ですよね。で、照明をこれからこのトロピカルレッドってやつに変えます。今ね、クリアホワイトとかいうやつなんで、そんなね、歯磨き粉みたいな照明いらないんで、うん、変えます。で、あとはこれね、ディスカス水槽だけど、なんか一個ポットを真ん中にちょんとこう置いてあげたくて、なんかそれでこれによっておしゃれ感を一つ演出したくてね、買いました。出るかな、果たして。すげえちっちゃい感じがするんですけどね、なんか思ってたのと違うかもしれないんですけど、とりあえず照明変えてこいつ入れてみます。ちょっと照明変えてからなんて思ってたんですけど、ちょっと気になりすぎて先にねポットの方を開けたんですが、思ったよりちっちゃい。思ってたのと、あ、でもこういうね、こういうポットがね欲しかったんですよ。あ、可愛いんじゃないですか。これ可愛いっすね、見てください。なんかちょっとあれですけど、可愛いっすね、これかなりね、クリスマスカラーですね。いやー、いいですね。早速入れてみましょうか。真ん中にポンと置いたら、こう浮かないですよね。あ、浮かない浮かない。どう？どうなんですかね、これ。これどうすか？どうなんだろう。まあいいか。まあちょっと照明変えますか。シュール。シュールだな。まあいいや、照明変えましょう。こういう蛍光灯って、ね、あれなんですね、最近はこんな感じになってますね。なんか簡単にパカって開くスタイルのやつとかいいんですけどね。二灯タイプのね、メインで使ってる蛍光灯があるんですけど、あれはなんかこういう蓋ついてないんですよ。やっぱでも蓋ついてる方がね、安心感ありますよね。水濡れとかなさそうですからね。よし、じゃあこのクリアホワイト、クリアクリーンをねクリアクリーンをちょっと戻しましょう。歯磨き粉にはちょっと一緒だな。 OK、 よいしょ、トロピカルレッド。トロピカルレッドっていいっすね、なんかトロピカルなねレッドですからね。そのまんまだよ。じゃあつけてみますか。点灯。うん、トロピカルなんじゃないですかね。うん、夕暮れって感じですね。全然トロピカルじゃなくなっちゃって、風情になっちゃってる。まあこれでね、しばらく水回してね、いよいよディスカスコンタ君の投入ですね。お引っ越しはもうちょっと先かな、なんかちょっとかかりそうですよね、水回すのに。では今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ではまた。
ディスカスのポンタしばらくここにいたんですけど、まあ、引っ越し待ちまでの間はこのニラミの目の前ね、ここにいます。ここでねしばらく生活してもらいますわ。はい、